さん、おはようございます。今日は来ていただきありがとうございます。なるべくやっぱり怪我はしないように、でもちろんやっぱりオートバイの方を壊すと誰の方も痛くなってしまいますので、なるべくオートバイも壊さずに、なるべく安全に、オフロード楽しむっていうのを今日は楽しく皆さんと共に最後までやれればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ハッピーバーを、出題します。11月にまた大会でお二人呼んでるので、ぜひ東京来ていただいて、キープしていただきたいと思います。11月12日です。一般のオフロードスクールを今日させていただきますので、最後までお願いします。国別対抗戦で、優勝してきました小川統一選手。今日はオフロードの僕、ホンダの部門を担当させてもらいますけど、できれば最終的にはやっぱりこうオフロードをみんなで楽しみたいと思うので、ヤマハのちょっとコラボしていきたいなと思って、今日は行ってきます。お願いします。じゃあ全身を上にギュッと伸ばしましょう。はい、3、2、はい、開脚を閉じる。一回ね、筋肉を動かしてから強くした方がいいですね。ちょっとレバーが曲がってるのもね、あると思いますけど。
できないとかって感じで、これはちょっと無理ですっていう。当然まあアクセルちょっと一瞬戻したりとかあるんですけど、さっきあったこう腕の力が入らないっていう話をしましたけど、段差に対してまあここで言うと1個目最初溝ですよね。で怖かったら足もこう出したままでいいんで、
楽しいバイブライブ、楽しみましょう。また開催してください。はい、もちろんです。